揉めたあのアイアムからの全部教えてもらっていいですか。もう揉めなくて済むように。私またどっかの度数でさ、アイシンクの次なんだっけとかで言っちゃいそうで怖い自分が。それはなんすか。え？メールとかでいいですよ。うん、そうだね。今聞いてると時間ないもんね。ささっと言ってみて。さっきだって出したばっかだもんね。よいしょ。どっちを出してるんだって。そんなページを調べたページ。さっき調べたページがあって。よいしょ。I have I am I have I think 次は。ちょっと閉じちゃったので、ちょっと履歴にはなったなとか、うん、今見ました。書くんですか、手書きでやるんですか。手書きでいいもん、言っててください。カニはアイセンス、アイセンスか、感じる、うん、次は獅子はアイウィル、アイウィル、何希望する、志す、志すか、はい、次は破って意思ですよね、破って。乙女はやるという意思ね。だ乙女はアイアナリシス、アナライズです。アナライズ、批評するとこ分析する。そう、うん、次は天秤は、あ、これ私知ってるのと違うな。何、天秤はアイバランスだと思ってたんだけど、アイウェイって書いてある。ウェイは何、あのウェイトのウェイで測るって動詞ですね。測るか、はいはい、WEIGH、GH、その T をつけたらダメだけど、うん、名詞になっちゃう、重さって名詞になっちゃうけど、うん、T はなくて、測るんだ。私は測る。次は、サソリが、うん、I desire、 I desire、 私は欲求する。欲求するか。欲望するって書いてたよね、あのサソリの時に、うんうん、次は伊手が、うん、I see、 I see、 あ、そうか、さっき、うん、分かる、分かる、はい、そしてヤギが I use、 I use、 使う、なんて使う、うん、I use で、ゴーは、あ、違うか、水がめ、水がめは I know、 I know、 知る、うん、あ、じゃあここか、 I think と I see と I know っていうのはセットですか。I think と I know と何もその間、I see と I know だから、双子いて水がめつな、ああいうと連関してるか、連関してるっちゃそうなんですが ね、うん、ね、風って意味合いではなんか違うよ ね、風だったらね、なんでウェイがあるんだろう、うん、あ、さっきのそのあの人のなんだっけとナンシーさんの思い出したけど、ノーリッジとなんとかは違うっつってた。ノリジだとどっちだろう、知恵なのかな、うん、ナンシーさんって人なんですか。ナンシーフィーレ、後で調べてみてください。すごいでしょこの偶然が、ゴーテゴーテって言われて、ゴーゲーテとは思わなかったんですよ。ノリジと、なんだっけ、これスペルまだ書けてないし、ナレッジですね、ナレッジか、ナレッジともう一つ、なんすか、 NOW、 NOW、 MOW、 KN、 KNOW、 L、 L、 E、 D、G、 E、 ノーリッジとナレッジか、これが知恵か、知恵と知識は違うって言ったんだ。知識だと、むしろ知識じゃないかな、そっちが、こっちノーリッジが知識か。じゃあ知恵もう一個あったんだな、なんだっけ、なんかいい言葉だったんだな。ナレッジは知識で、知恵がエソテリックなものを混じり込んでるものだったんですよね。混じり込んでるような言葉があった、なんだっけ、心理学用語でもよく使われるものだったら、知識と知恵は違うってことです。それは誰だったでね、あの鈴木さんの時の講座と同じで、彼女と講座やるとやっぱり雷鳴ったりで、ね、雨ばっかりなんですよ。そしたら、このコレオコズモスっていうダンスをやるときは必ず空が答えますとか言われて、その知識ってなんか、講座は何だっけ、あ、今それ言ってなかったんですね。なんだろう、言わないで、なんだろうな、夢見る、
違うか。近いな。近い。ああいうもの。感じるじゃないんだな。何ですか。Believe。あ、Believe、信、そうだね。これはわかるな。私の認識は I Believe なんだよ。つながりも。知識。知識と知恵、知恵ちょっと、ノウリッチとあとナレッジとなんだっけ。ウィスダムかな。まあ、それなら分かりますよ、違いって、うん、あ、そっか、ウィズダムが大事ですってこと、それが知恵です、それは賢さかなっていうね、うん、あとほら、神からもたらされた典型みたいなものとして、うん、ウィズダムを使うそれもありますね、うん、ビートルズのレッドヒットビールだってね、うん、すごい人でしたよ、もうなんか変なね、椅子とか散らばってたらね、これは空間ではないから片付けてっつって、そこから始めたもんね。さあ、やりますか。次が6度から10度まで。